ジャフナは、スリランカの都市。スリランカ最北端のジャフナ半島の先端部に位置する。北部州の州都であり、ジャフナ県の県都でもある。ジャフナ郊外のナルアは13世紀から17世紀までの4世紀、ジャフナ王国の首都であった。ジャフナの町自体は、同王国が滅亡した後の1619年に、ポルトガルにより建設された。後に、オランダにより攻略され、 1796年にはイギリスの支配下に入った。植民地時代から1983年のスリランカ内戦を勃発前まではコロンボ首都圏に次ぐ人口を持つスリランカ第二の都市であった。内戦中は1986年と1989年から1995年にかけて反政府組織タミルイーラム解放の虎の支配下に置かれており、 1987年にはインド、平和維持軍が駐留した。ジャフナは、都市の西と南をジャフナラグーンに囲まれており、北には、コクバルト、ティルネルベリガ、東には、ナルアの町がある。ジャフナ半島は、中心より、海面下で作られた、石灰岩の地層からなり、石灰岩は、灰色や黄色、白の多孔質からなっている。陸地は、全体的に平坦で低地である。 市の中心部から一味ほどのマンデイトバー島とは、取手道で結ばれている。パルミラヤシはこの地域の建物の建っていない場所なら、どこでも見ることができる。その他の植生としては、たらいに、コダナイと呼ばれる葉のない植物を見ることができる。ジャフナの気候は、はっきりした寒気のない熱帯雨林気候である。ジャフナの平均気温は、スリランカの中でも高く、摂氏27度にも上る。 最も気温が高いのは4月から5月と8月から9月で、逆に最も低いのは12月から1月である。年間の平均降水量の多くは北東モンスーンでもたらされるが、ジャフナ周辺でも地域や都市によって変化が大きい。ジャフナ半島の西部では平均降水量は50インチに達する。ジャフナは歴史的にはタミル人やムーア人、ヨーロッパ人に ヨーロッパ系のバーガー人が多く居住する都市であった。時代の移り変わりとともに、ヨーロッパ人やバーガー人は徐々に同化、移住していき、次第に、タミル人とムーア人が優勢になっていった。ヨーロッパ人とスリランカ人は、都市の中で異なる地域に居住していた。市内のほとんどの家は、控えめなサイズであり、と、20世紀になると、人口もまた増加し、 さらにシンハラ人もジャフナに移住するようになり、内戦勃発以前、ジャフナにはムーア人に、シンハラ人、インドタミルそれに、その他小さな民族集団が居住していた。植民地時代、ジャフナはスリランカで2番目に大きな都市であった。独立後もジャフナは、首都コロンボ周辺地域を超える勢いで成長を続けており、1981年時点でも、ジャフナは、 コロンボ第一都市圏以外では最大の都市の座を維持していた。しかしジャフナの人口は北部州や東部州の他の地域と同様内戦により深刻な影響を受けた。多くのタミル人が西側諸国や比較的安全なコロンボへと移住し、また少数派であったムーア人やシンハラ人はジャフナから追放あるいは逃亡して都市の人口は30年前の水準を下回るまでに激減した。 こうした元住民は内戦期間中に他の地域に定住しており、人口は2009年の内戦終結後も大きくは回復していない。ジャフナの人口推移タミル人の大半はヒンドゥー教徒である。キリスト教徒は大半がカトリックで、その他にわずかながらアメリカン性論ミッションやその他植民地時代の諸教会の後継である南インド教会のプロテスタントが存在する。 ムーア人はイスラム教徒であり、スンナ派が優勢であるが、北、インドやパキスタンから移住した商人にはわずかながら、シーア派も存在している。またジャフナには少数ながら、タミル人の仏教徒も存在している。これらの仏教徒は20世紀に入り大菩提会の活動によりカミザブ仏教に改修した人々である。シンハラ人の多くは仏教とかカトリックである。その他、 ジャフナには、クロバーと呼ばれる、テルグ語、または、タミル語の方言を話す、規定獣の小集団もおり、彼らは季節になると、ジャフナを訪れている。タミル人は、カースト制度によりカーストごとに分かれているが、都市部ではカーストよりも、社会階級の方が重要とされている。破壊された工房の前を歩く学生、ジャフナはもともと、ヨーロッパ商人により、 公益都市として設立された。しかしながら、ポルトガル到達以前のジャフナ王国の時代から、ジャフナ港は使用されており、ヨーロッパ商人の活動により、広く知られるようになったものである。植民地時代は、布、金銀製品の製造。近代には港が都市の主要な収入源となったが、後にその収入は大幅に減少。現代では漁港として活用されるのみである。 内戦以前、ジャフナには食品加工にパッケージング、家庭向け製品の製造、塩の加工といった幅広い産業が存在していたが、その大半は1995年以降活動を停止してしまっている。ほとんどの実業家、企業家、ビジネスマンはスリランカの他の地域や海外へと活動の場を移してしまった。しかし内戦が終結した2009年以降、EU やアメリカ、 インドといった外国政府やジャフナはスリランカ最大の都市コロンボから 396km の距離にある。コロンボとは鉄道並びに幹線道路により結ばれているが、いずれも内戦中は切断された状態にあった。1990年に運行停止されたヤルデビ列車は四半世紀を経た2014年10月にようやく路線の再建が完了し、 運行再開となった。都市の主要な鉄道駅はジャフナ駅である。ジャフナとスリランカの他の都市を結ぶ A 級ハイウェイは鉄道に先駆け2002年の停戦以後通行可能となっている。この道路には公営と民営のバス路線が運行されている。コロンボジャフナ間の商業飛行にはジャフナ空港が利用可能である。ありがとうございます。